まあ、シェイクダウンということで、まず動作確認という意味で、まずきちんと発進ができたりとか、きちんと走るかっていう初歩的なところから始まったんですけど、まあ、やはりダラーラが作ったレーシングカーだなという感じで、すぐレーシングスピードで走ることができましたし、今までの SF14 もそうですが、この車も、とても高いパフォーマンスをすでに感じています。はい、この後日本に送られて7月の4日5日にシェイクダウン、またさらに7月の第4戦の富士では補強サノールを走る機会があるんですが、それに向けた抱負とファイナルメッセージを。はい、まず日本に帰ってからですと、より実践的な、細かいところまで詰めるような、テストを行っていければ良いのかなと思います。もちろんまだまだ、詰めなきゃいけない部分もありますし、今の、もう5年目になる SF14 と比べると劣っているところもまだあると思うので、しっかりその辺を、今の SF14 よりも高い次元になるように、僕自身は精一杯、いいテストをして、来年の SF19 が走り出すときには、今までのレコードタイムをどのサーキットでも上回るようなそんなスピードを見せつつ、レースでもしっかりいい戦いができるような素晴らしいものにしていく、サポートができれば嬉しいかなと思います。ぜひまた来年も熱い戦いがあると思うので、ぜひ SF19 とスーパーフォーミュラーに注目していただきたいなと思います。